エラン・ザ・ハビは、イスラエル・リション・レジオン出身のサッカー選手。イスラエル代表、エール・リビジ・ PSV ・アイント・ホーフェン所属。ポジションは、MFFW。2006年にハポエル・テルアビブ FC からデビューし、レンタル遺跡を経て主力に定着。2009から10シーズンのリーグ優勝などに貢献した、ほか、2010から2011シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグに出場した。 フランス国籍を持っている。そのため、西欧諸国のクラブで EU 圏内枠扱いされるため、西欧のクラブからの関心を集めた。2010から2011シーズンは国内リーグでアシストとなった。2011年6月、イタリアの US チッタディパレルモと5年契約を結んだ。遺跡金はおよそ165万ユーロ。イタリアでは、 1990年代後半にブレシアでプレーしたタルバニン以来となるイスラエル人プレイヤーであった。パレルモでのイタリア挑戦はマウリツィオ・ザンパリーニ会長からカッサーの以上の才能と評されるなど期待を集めた。1年目は怪我に悩まされたもののリーグ戦20試合に出場、技術の高さを生かし結果を残したが2012から13シーズンは 開幕前に怪我を負い復帰後もチャンスを生かすことはできなかった。ジャンピエロがスペリーに監督の構想外となったことを受け、1月の遺跡史上で母国のマッカビテルアビブ、FC に遺跡。3年半の契約を結んだ。2016年に公衆浮力へ遺跡。翌2017年にはリーグ戦前試合出場し27得点を記録し、リーグ得点王と MVP となった。 2019年にはリーグ戦で新記録となる29得点を記録し、再びリーグ得点王となった。彼の活躍で母国イスラエルでも中国リーグが放送されるようになった。2020年9月20日、PSV アイントホーフェンへフリー移籍し、2年契約を結んだ。ありがとうございます。